っから本番だね。もしこの中にバスがいるとし、やばあいつ音やば、もうやめろよ、マジ言ってよあいつ、もうそっち絶対釣れんわ。あれ30小バスいた、バスいた、よし今度こそ。あれ来いか、あ、バスいた、届かな、びっくりするぐらい届かな、ちゃんといるんやここバスって、行ったことないけど半信半疑で、あれやったけど、いや晴れですね、どこ向いてもでも飛ばないんだよな、問題が飛ばない、飛距離問題来たこれ、行くぜ。UL でこんだけしか飛ばないのはやばいだろ。竿に重さが乗っとる感がゼロ。これで垂らす。いやほんと春もう春来てますわ、これもうバス見え出してきたし、いや全然さっきの池でもいたしな、春ってますわこれ、春ってね、あれバスやったらマジ最強 P になっちゃうけど、やっぱ飛距離が足りないね、餌以外に店で食わす、リアクションも一応試しつつちょっとアプローチしてみようかな、ちょっとネイル進化入れるとかそういう系なのかな、安定させるためにネイル進化の何歩かな、霊球、軽いの霊球までしかないけどさ、1だと沈みすぎてあーってなっちゃうから霊球をここに水平にこんな感じでいいかな、咲くか、消えた、やばあいつら、俺やっぱりこれでしょ、今リアクションやってる、あーバレた、あーバレた、あーバレたけどやっぱリアクションだったわ、ほら見ろやっぱりな、これ見ろ、 HPミノンに変えた瞬間だぜ、へへでピュッてね逃げてもシュッて、やったら食ってきたけん、もうこれ俺の勝ちやんと思って、
やばい、もうこれいろいろ穴刺しすぎてさ、これもう5、6回ぐらいいろんな針試してこれに合うやつをぴったりつけてるから、こいつはもうやばいな。こんな感じ。これだといいね、やっぱりまっすぐ刺した方がいいね。そりゃそうよ。やばい、ウィードが、ああ本当にウィードは拾いたくない、拾いたくない、ランキング1。おお、食っただろ今の。まあ、食ったじゃん。落としてキュンチとの手間走ってたら、皆さんごめんなさい、一瞬映らず、しかもでけえな、ブリブリやん。アメリカのバス買ってぐらいでけえ。よっしゃ、よかった、よいしょ、オッケー。ドライブ SS ギリやばいな、マジで。ごめんなさい皆さん、一瞬取れんかった。あ、取りすぎ取りすぎ、たまんなこの釣り。こう緩めてみたら、あれこっち走ってんな、しかも斜めに走ってんな、もうギューンって落ちたったわ。もうあんなの外れんでしょ、もう食わんなと思ってさ、もう移動しようかなって一応投げといた。やっぱシャロ入ってた、ビフテキ 5g 最高やん、最高かよって、へへへ。でもあれも結構バレそうだった、結構、しかも走ってこっちに走ってくるまでに時間あったのよね。食いが浅いんだろうな、やっぱり送った方がいいよ、確実送った方がいいな。あと本当はこのワイドゲープじゃなくてナローゲープな、あのダブルエッジ、うお、なんか本に飛び出した、ダブルエッジの方がギングとかバラシもなくていいんですが、合うサイズが測った、ただただ、あー気持ちいいとか、さ折れそうになったね今、ギュン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 って言った。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。